世界2位の中国不動産市場がとんでもない事態になっています。中国の住宅関連産業はとても巨大で、世界全体の約 20% を占めています。これはなんとアメリカの約 23% に次ぐ世界2位の市場規模です。しかし2021年からその勢いは鈍化し、市場は大きな転換期を迎えています。そこで今回は、世界2位の不動産市場が崩壊、中国不動産バブルが崩壊した理由とは、中国政府が掲げた84兆円の対策とはについて深掘りしていきます。さらに後半では日本への影響についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。世界2位の不動産市場が崩壊。中国において不動産は特別な意味を持ちます。中国では政府が1950年代から土地の接収を始め、今では農地以外は基本的に国有地となっています。しかし1978年に実施された経済政策、改革開放政策は不動産の姿を大きく変えました。この政策の一環として住宅制度改革が行われ、個人による住宅の私有化、住宅を商品として扱い売買を認める商品化、売買の過程で需要と供給によって価格が決定する住宅の市場化という段階的な改革が実施されました。中国の人々にとって不動産が手に入る時代となったことで、不動産の需要は高まり、建てれば売れる時代が到来します。経済発展に伴って人々は少々高くても不動産を手にしたいという動きが強まり、いつしか不動産バブルと呼ばれるような実需要よりも数段高い高値で取引されることが恒常化しました。一般的に不動産投資の構図は、不動産に投資して賃料等をリターンとして得るというものです。しかし中国では短期間のキャピタルゲイン狙いが多く、不動産開発に莫大なお金が流入しました。不動産関連産業の生産額で見ると、中国は世界の約 20% を占めるなど、アメリカの約 23% に次ぐ世界2位の市場規模にまで成長しました。確かに不動産バブルは経済の好調を支えましたが、ついに中国の住宅バブルは崩壊したといえる悲惨な結果を迎えています。2024年中国の新築住宅価格は前年比 5.7% 下落し、2015年以降で最も大幅な下落を見せました。中古住宅価格も 8.6% 下落し、過去13年間で最も大きな下落であり、調査対象となった70都市すべてで下落。住宅価格の下落は2年以上続いており、今の中国では住宅需要はほとんどない状況とされます。不動産販売額は2021年の約390兆円をピークに減少しており、2023年は約260兆円と約130兆円も下落しています。なんと2年で3分の1も取引が減ってしまったという統計データとなります。住宅が売れないということは、住宅関連業界の急速な経営悪化がやってきます。2020年以降、1000社以上の不動産開発メーカーが破産、建設の現場では不動産の完成まで資金が続かず、未完成のまま放置されたマンションや住宅が問題となってしまっているありさまです。不動産の供給過剰によって莫大な在庫が積み上がり、もはや市場は機能不全に陥っていると言えます。それではなぜ中国の不動産バブルは崩壊してしまったのでしょうか。中国不動産バブルが崩壊した理由。中国不動産バブルが崩壊した理由は大きく2つあります。それは中国政府の規制強化と新型コロナの影響です。中国政府の規制強化という部分では、中国のトップの習主席が、家は住むためのものであり投機の対象ではないと呼びかけ、不動産業界への規制強化を実施しました。これは価格是正を目的とした共同富裕の推進です。具体的には
2020年8月に3本のレッドラインという規制強化の方針を打ち出しました。これによって財政状況に不安のある不動産開発企業に対する銀行融資が規制されました。この3本のレッドラインは、1、総資産に対する負債の比率が 70% 以下、2、自己資本に対する負債比率が 100% 以下、3、短期負債を上回る現金を保有していることです。さらに2020年12月に金融機関の不動産関連融資の総量規制を発表し、不動産セクターへの過剰な資金流入を抑制しました。このように中国政府は不動産業界へ流れ込む資金を規制することで不動産バブルを急激に抑え込みました。こうした資金に対する規制は不動産業界に大きな足かせとなりました。不動産開発は莫大な資金が必要で、その多くを融資を受けることで賄っています。強引な言い方をすれば、お金を介して不動産を開発し市場に販売するというビジネスであり、最初のお金を借りられないとなると、当然不動産企業は苦しくなります。次に新型コロナの影響です。新型コロナの影響は全世界に広がり、特に経済面には大きな影響を与えました。特に中国では都市部のロックダウン政策が実施され、不動産を建設するという一連のサイクルが止まってしまいました。先行きの不透明感が高まる中で不動産需要は冷え込みました。それと同時に在庫が大きく積み上がることになってしまい、このことも不動産バブルの崩壊の直接的な引き金となったのです。中国不動産バブルの崩壊の理由としては、もちろんこれ以外にも理由はあります。例えば実際の需要をすべて食い尽くしてしまった、そもそも収益性が疑問視される計画にも資金が流れたといった理由が考えられます。経済の動きは複合的な要素で決まるものでありますが、中国の不動産市場が急速に失速している、つまりはバブル崩壊状況になっているのは間違いありません。それではこの不動産市場の崩壊に対して中国政府はどのような対応を取っているのでしょうか。中国政府の対応。中国政府は急速な不動産市場の冷え込みに対応するために、規制とは逆の支援政策を導入しました。中国は2024年10月に資金不足で工事が滞っている住宅プロジェクトへの融資支援規模を年末までに4兆元、日本円にして約84兆円に拡大すると発表しています。購入契約済みの物件の引き渡しを確実に進めることで不動産市況の安定につなげたいという狙いです。さらに資金支援策として2024年の1月には融資に適した住宅建設プロジェクトをまとめたホワイトリストを地方政府が作成、銀行に貸し出しを促す支援策を実行しています。こうした政策はまさに2020年の3本のレッドライン政策とは真逆の政策であり、不動産業界に資金を注入するというものです。ただこうした政策はその場しのぎの政策という評価を受けています。完成した不動産が市場を通して消費者が購入するというところまでいけるのかは不透明です。資金投入の有効性は今や世界が注目するところで、投資家としては中国経済への影響も気になるところといえます。それではこの中国不動産バブルの崩壊は日本にどのような影響があるのでしょうか。日本への影響。日本への影響という部分では、中国人投資家による日本の物件の買い占めです。すでに東京都心のマンションは非常に人気が高く、多くの中国人が買い占めを行っている状況です。日本の不動産は中国とは違い、所有権が永続するという点が最大のポイントとなっています。中国人投資家の資本力が日本市場に流れ込むと、確かに不動産市場の活力は上昇します。しかし一方で買い占めによって不動産価格が上昇し、マンションや一戸建ての価格が高騰し手が出せない状況です。
2023年東京23区の新築マンションの平均価格が1億円を超え、一般的なサラリーマンの購入が困難な状況になりました。この価格高騰に伴い、賃貸住宅の相場も今後急激に上昇すると予想されます。所得が伸びない中で不動産価格が上昇し続けると、多くの人の生活がますます厳しくなることが懸念されます。ここまでお話ししてきましたが、改めて感じるのは中国不動産市場の不健全さです。中国の不動産バブル崩壊は予想外のことではなく、中国経済の発展過程において不動産開発投資ビジネスが抱えていた問題点が表面化したことによると言えます。とはいえ、世界で2番目に大きな不動産市場を抱える中国でバブルが崩壊したことは、経済的に大きな影響を与え、さらに問題が波及していくことが心配されるところです。目立つのは中国の不動産市場が抱える不健全さで、実需要よりも在庫を過剰に抱える状態はとても健全な状態とは言えません。中国政府の今回の対策も応急手当的なもので、とにかく途中で放棄されている建設現場を再開させて完成させるという目的に力点が置かれています。ある意味では根本的な部分には手をつけられていないというのが真実だと思います。今後の中国不動産市場は大いに心配されるところです。最後に一つ質問です。中国不動産についてどのように思いますか？コメント欄で回答をお待ちしております。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。またNEX工業のメンバーシップも募集中です。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。